ご飯っていいね、幸せだ。ママ、ママ。なんか今日はさ、一日体は重かった。まあって言ってもね、仕事忙しいわけじゃないから私は今。あれなんですけど。なんか仕事歩いていく時点でなんかすっごい疲れててさ、うん、疲れたなと思いながら歩いて。仕事に行きました。私もね、疲れるんですよ。でも今日はうるさいと言われました、お兄ちゃんに。歌うの好きだからさ、歌をさ車の中で歌うんだけどさ、またお兄ちゃんがなんか想像以上に今日疲れてたらしくてさ、声量がうるさいって言われました。ショックでした。いいけど別に。そういう日もあるし、うん、そんな怒鳴られたとかじゃないよ、兄ちゃん怒んないし基本的に。私が今正直ね、一番仕事をゆとりがあるというかのんびりやってるんであれなんですけど、私も疲れますからね、お兄ちゃん。まあでも多分お兄ちゃんから見たらね、私なんかのんびりやってんなって感じだろうけど。いいけど、疲労が、もうなんか寝ても寝ても眠たいからさ、もうダメだよ。仲良く、あ、別に仲悪くはないですよ。そんなことで喧嘩しんし、うん、多分お兄ちゃんも全然悪いやって言ってないし。悪気なく、そう、今日疲れとるからちょっと静かにしてもらっていいやっていうことだと思うから、うん、
美味しい。来週も3連休だし、うん、忙しなるの。やだな3連休やだな忙しいからね、ちょっとバタバタしちゃってね。お客さん来るのは、ね、すごく嬉しいんです。うん。うん、だから結局私の体力と容量の問題よね。連休とか関係ないですよ。うん。基本的に飲食店はそうです、まあ、私バイトだからさ、別に希望給出せば全然入れてもらえるんですけど、休み。だから店長にも聞かれましたよ、うん、3連休大丈夫、うん、正直3連休、うん、特に何もないし。でマミーがね、別3連休休みある人とかではないので、うん、正直休んでても何もすることないし、最近の楽しみ何もない何もない。毎日何かあるかって言われたら本当なんもないけど、なんだろう、例えば買い物行ったりとかすると、なんかもし服買ったとかだったら、あ、この服着るの楽しみだなっていうのもあるし、漫画買ったら、あ、この漫画も楽しみだなっていうのもあるし、そう、プレゼントとかでね、ファンの方からプレゼントとかいただくと、それもね、そう、着たり使ったりつけたりするの楽しみだなってなるし、うん、で毎日だから、あ、これ楽しみみたいな感じはないよ、うん、仕事して帰ってきて寝るだけや。こんばんは。でもご飯は好きだよ、ご飯の時間。もう私早食いだから10分もかからずに終わるんですけどね、ご飯の時間はまあ好きです。でもそんなもんじゃない、うん、そんなもんです。みんな絶対そうだって。毎日毎日毎日あれが楽しみとかないでしょ、きっと。あんまりあるんかな、みんな。
私はないわ。とりあえず何事もなく一日が終わって、なんていうの、そうね、何事もなく終わればいいかな。あ、ピンキーリングファンの方にいただきました。かわいい。これね、さすがに仕事中は外してるんですけど、水触ったりもするんで。そう、それ以外だね。つけようかな、つけたいなと思って。少しだけね、まあ大きいんですけど、そんななんか吹っ飛んでくとかじゃないんで、全然。右の方がね、本当はぴったりなんです、実は。でも意味合い的にね、私は左なんです。そう、かわいい。こんばんは。くちゃんのショールーム嬉しい、ありがとう。もうダメだね、余計なこと考え始めるとね、ほんとよくないからね。左右で違う意味あるんだ。うん、右と左で違います。気になる方は調べてみてください。はい。地上を続けるのに幸せと知る一年になりそう。いや、もう知ってるよ。うん、知ってる知ってる。そりゃそうだよ。何事もなく平和なのが一番さ。でも違うの。私は、なんていうの、感情の浮き沈みがどうしても激しいから、なんだろうね、だから一日の間にもうジェットコースターだよ私。朝は普通だとするじゃん、なんか一人になった瞬間さ、すごい、あの、一人になった瞬間というか、なんだろう、一人でさ、携帯とかも触らずに何もしない時間とかを作ると急降下するから、ダメなんです。だからそういう風になるとね、もうなんか平和じゃなくなる、心が。髪染め直さないの？直したいね。そう、美容院に行きたいなって。ん、謝らなくていいよ別。みんなに嫌なこと言われたなんて言ってないよ。そう、私がね、私のメンタルがまあ弱いというか変なの、まあまあまあそんなもんだよ。治ったらいいんだけどね、こんなもん。めんどくさい、自分でもめんどくさい、すごくめんどくさい自分。ねえ、まあ付き合わせちゃったらごめんね。なんかめんどくせえなこいつと思ったら、そっとショールーム閉じてください。それは本当にそっと閉じてください。正解、いい意味でしょ。私だからピンキーリングが欲しかった理由はそれなんです。あ、なんかまあ願掛けは嫌いじゃなくてさ、どっちかって好きなんですよ。
例えばなんていうの、あのミサンガを付けてて、で綺麗、自然に切れたら願い事が叶うよみたいな、そういうの結構好きで、それに近いですね。全てをこれに頼ろうとは思っていないけど、まあちょっとしたねお守りというか、そんな感じ。ちょっと待ってね、コルセット外すわ。最近新しいコルセットを買ってサイズを1個下げたんですよ。そう、一番小さいサイズにしてね。まあ苦しいっちゃ苦しいんですけど。そうで、古いやつはマミーにあげました。そう、ずっとつけてたやつ、もうあれ伸びちゃってね、新しいの欲しいなと思って、え、買っちゃったよね。じゃないよ、肋骨を締めるというか、まあくびれを形成するよみたいな、まあ、それだけでは、まあなんか、まあちょっと肋骨締まるよっていうですね。それだけでまあすごい、もう確実に脂肪が減りました、ウエスト細くなりましたっていうことは、もうなんかもう何センチも痩せましたっていうことはないと思うけど、まあね、肋骨が開いてる、ここがね、ここが開いてるとやっぱりその分横幅というかウエストも開いちゃってるんです。でね、やっぱりそのズドンと、くびれのない体型になるんですけど、肋骨を締めることによって、まあもともとこうなったのがこうなっていくわけじゃないです。そうなるとくびれがね、ちょっとできたり、ちょっとウエストがねシュッとしたりするよっていう、そう理論で使っております。まあ、結局私筋トレ頑張ってるからさ、そっちの筋トレの方がやっぱり劇的な効果を得られるんですよ。そうでもまあ私筋トレしてもなかなかくびれができない人なので、まあ、こういうもののね力も借りつつ、いい感じになったらいいなって、少しできたよ。まあ、それ痩せたらくびれもできるかって感じなんですけど、眠たくなってきた急に。そう、あとでコロコロしなきゃ、髪の毛が。こんばんは。まあなんかそこまでなんかな、そう昔のやつみたいな、もうなんかすごい締めて締めてっていうものではないから、そう全然通気性もいいし全然楽ですよ。4段階調節もできますでね。髪の毛染めたい。ヨーロッパの貴婦人みたいな想像してた。あ、全然あれはもうなんかガッチガチの多分硬いやつじゃん。全然めっちゃ柔らかい。こういうね、見える？これ私の今使用済みなんですけど、こういう感じの
そう、スケール。で、横4段階やって、で、締めて。あ、もちろんこれ伸びるので、めっちゃ。そう、全然すごく伸びるので。そう、で、その上に2着以上買うとね、こういうね、もう一つ締めてくれるよっていうものが。そう、これをまの引っ張っていくっていう。そうそう、だから全然クジラのヒゲ使ってるやつかはちょっと知らんけど、プリンセスシリーズっていうのかな、分からんけど、なんかまあこれですね。そう、一番ちっちゃい通販だよ。これ結構だからダイエットアカウントとかしてる人とかでも、あの持ってる人はいたりする。私の、あの好きなチョビさんって、まあ紹介したことあるんですけど、皆さんにインスタね、チョビさんっていう人もこれ使ってて、そう、すごいくびれがね綺麗な方なんですよ。その方、まあ筋トレもねものすごく頑張ってるんですけど、そう、こういうのすごいいいよって。あ、爪ちぎれた。そういう代物でございます。びっくりした。もう花粉飛んでる？いや、まだ大丈夫そう。わかんない、私がまだ反応してないだけかな。今のところ私は大丈夫なので、そんな多くはないのかななんて思いながらいますけど、季節来たら病院行かなきゃ、薬もらわなきゃ。来週またちょっとね寒くなって雨降るしね、なんかもうやだわ、変な天気。だって火曜日までめっちゃ暖かいんだよ。なんか最高気温20度とか書いたんだけど、どういうこと？2月ですけど。それなのにさ、水曜日からさ最高気温8度とかになるんだよ。おかしいんじゃないの本当に。もう風邪ひくわ、あんなもん。異常気象ですかこれが、分からんけど、なんかもう本当に変な天気やだ。みんな風邪ひかないようにね。
配信からはずっと起きてるよ。起きちゃったからね。明日なんか弁当作らなくていいよって大丈夫ってマミーだけだからマミー自分で作るからって言って、明日はね、まあ、目が覚めなければのんびりと寝れるかもしれない。のんびりって言っても仕事はあるからあれなんですけど、今日はね味噌漬けでした。昨日の夜豚ロースを味噌漬けに味噌漬けといて、今日は焼くだけ。そうでね、ちょっと分厚かったんでしっかり火通して蓋して焼いてる間にサラダとか卵焼きとか作って、あとはもう詰めるだけ切って肉焼けた。以上、簡単楽ちん。いや豚の味噌漬けは本当美味しいんでおすすめです。マジでおすすめ、柔らかくなるし。そう弁当とか本当楽よ。もう夜ね適当になんだっけレシピ見ながらつける味噌を作って、豚ロースでもなんか、まあ、鶏とかつけても美味しそうやななんて思いながら、まあ、まだ豚ロースしかしたことない。まあつけてお肉、次の日はもう焼くだけ。まあ味噌がね周りについてるからちょっと焦げやすいから弱火でねじっくり火通してあげなきゃいけないけど、次の日はねほんともう焼くだけなの でしっかり味ついて美味しいんでおすすめ。お味噌って体にもいいしね。そう、まあ火がね強いとちょっと焦がしちゃうね。そう。なんかね焼きながら水分も出てきて、だから焦げなくなるんですよ。本当になんか弱火で焼いて水分出てきたら、まあ、そのままねで火通ったらちょっと強火にしてその水分をね飛ばすように焼いてって感じで焼くとしっかり味噌も絡むし焦げづらいしっていう、ね、ラーメンも味噌が好き。あんま味噌が好きですね。一番味噌が好きかな。まあでも醤油とかも嫌いじゃないよ。塩も食べるって食べるし。うん。まあ別だから味噌が好きっていうわけではないんですけど。うん。もう普通に美味しい。
まあ、弁当なんてね、なんか普通に照り焼きとかでもいいし、みりんと醤油入れときゃね、照り焼きにもなるし。そうそうそう。で、焼肉のタレなんか使ったらね、もうそれだけでいいし。でね、キムチ、豚キムチ、キムチ炒めてちょっと醤油かけてあげれば豚キムチになるし。みんなだってさ、お肉なんてさ、塩コショウだけでうまいんだもん。私自分で食べるときめんどくさいから塩コショウしかしないよ。適当に焼いて塩コショウかけて食べるだけ。8番行くと味噌なんでしょ。まあ、てか8番は味噌しか食べたことないからね、私ね。うん。でも昔からだから家が結構味噌、まあ、味噌鍋だったりっていうのも、なんかまあそういうのでね、味噌が多いけど、うん。でも他のものだったら全然醤油とかでも食べますし。うん、買ってくるもの本当、まあ売ってるのもあるよね。あ、でも楽だからね、買ってきた全然いいと思う。だからたまにそう、あのつけるのもめんどくさいなと思う時ありますから。そう、あの平野家はお肉はまず解凍しなきゃいけないんですよ。そう、まあ、お肉ね、買ってきたらまあ大体全部冷凍するんで、お肉を解凍するところから始まります。で、解凍にね、まあ結構時間かかるんですよ。あの電子レンジの機能を使っても時間がかかるんですね、ちょっとね。そうするとね、まあ平野ひかるのこのせっかちはね、どうしても早せんかなってなってね、めんどくさくって。そう、なんなら味噌漬けとかもね、なんかお肉ちゃんと全部解凍されてないのに普通に味噌の中あの入れたりするよ、私。そう、もうめんどくさいから半解凍くらいできたらいっかと思って、で適当にお肉に穴だけ開けといて、フォークでねグサグサして穴だけ開けて、そう、もう入れといたら大丈夫かなって。適当でしょマジ適当、ほんと大雑把というか。そんなもんです、弁当なんて。そうそうそう、中にとりあえず火さえ取っときゃ食べれるよっていう。ほんと意外と雑なんですよ、全部マジで雑です、全部雑です。まあ、ザ大型っていうところですね、そういうの。お料理とかもね、自分が食べる分なんか特に、なんかほんと適当というか、まあ、うん、なんでもいいやって感じ。まあ、美味しくて適当にみたいな。そういうところはね、すごいね、大型なんですよ、私。
でもね、お料理はね、基本的にね、味のレパートリーさえあれば何でも合うんですよ。そうだ、キムチとか焼肉のタレとかお肉が違ったらまた味もちょっと変わったりするもんですから。そうなんかそんな感じでやると意外と、大丈夫だよみたいな、そんな感じ。弁当なんてさ毎日作るからさ。あ、でも昔はすごい凝ってたな。なんか昔はさ割と時間があったりもしたからさ、あれ作ろうみたいな、あクリームコロッケ作ろうとか。今だったらもう絶対しないけどねクリームコロッケなんかもう絶対作らない、本当にめんどくさいなんかもう仕込みするのもめんどくさいからね、もう絶対やらんけど、昔はすごい頑張って作ってたね。今はもうまあ手軽にできて美味しくて、いやクリームコロッケ美味しいんですよ。今でもたまに食べたくなる。美味しいけど、でも中身も作るよ、もちろんもちろん。クリームコロッケの中身はもう全然何でも、ほんとコーンだったりカニカマ入れてみたり。そうちゃんと全部手作りしたよ、してたね。その子楽しかったけどね、なんかあ明日何食べようかなみたいな、明日お昼どうしよう、楽しかった。もうやらんもうやらん。クリームコロッケとか作る日は多分よっぽど本当にもうどうしてももうそのもうどうしてもどうしても自分で作ってまで食べたかったんやなって感じになるね今。昔はさなんかレパートリーの一つとしてさ作っちゃおうかなみたいな感じだったけど、今は無理だ、作りたくない。それにね時間を使うんなら私は寝るそこで時間を使うんなら私はもうね寝れる時間まで寝てって感じ。揚げ物ってなんか衣つけるのがめんどくさいんですよ。だから唐揚げとかだったらさお肉つけといて適当に片栗粉をまぶして揚げるだけなんだけど、そうとんかつとか、まあ、クリームコロッケとか、まあ、前メンチカツ作ったけど、それって本当にまあなんていうんですか、卵つ小麦粉つけて卵つけてで衣をつけて、それがめんどくさい。そうそうそう、で形を成形してみたいな、そうその手順がめんどくさいってなった。だから最近はそういう揚げ物は基本的に作らない。作るとしてもなんかもう本当に唐揚げとかのもうつけといて朝はもう片栗粉つけて入れるだけみたいな。
う油の処理もめんどくさい、マジでめんどくさい。でも唐揚げはね美味しいから食べたくなるんだよ。なんか自分で言うのあれなんだけどさ、自分の作る唐揚げめっちゃうまいんだよ。一番好き、うん、何入れるん？お酒、醤油、鶏ガラスープ、生姜、ニンニク。まあニンニクはね弁当の時入れないけど。以上です。もう全部目分量、適当適当適当。なんかなんかのレシピで鶏ガラをね入れると美味しいみたいな、もう見てああそうなんだと思って鶏ガラ入れるようになった。自分でうまいって言えるのは自信ありそう。いや基本的に私まずいもんなんか作んないですよ普通に美味しい、普通に美味しい。うん、なんかどれも全然まずいとか、まあ、普通みたいな、まあ、普通に美味しいよっていう。唐揚げは自分が食べたいからああじゃあ作ろうってなるくらいには好き。鶏ガラスープぜひ入れてみて。まあなんか入れすぎるとねきっと味が濃くなるんで、はい、まあ、調整しながら本当に美味しい。あとはまあ甘酢の唐揚げですね。もう下味は何もつけない。まあ塩コショウしたい人は塩コショウしてて、か塩コショウしてで片栗粉つけて揚げる。まあ二度揚げするとなおよき。そうでまあ甘酢になるとねまたちょっと工程が増えるんでめんどくさいんですけど、フライパンに、お醤油、お砂糖、お酢を1対1対1で入れて火にかけて、まあ、お砂糖がいい感じに溶けて、溶けたら揚げたやつバーって入れて絡めてっていう、うん、これはちょっとまた工程増えるしめんどくさいんですけど、まあ唐揚げにしなくても揚げ焼きにしてそのまま甘酢絡めるだけでも全然美味しいし、そしたらまたちょっと工程減りますし油の処理がなくなるんだ。普通の衣が好き？それとも竜田揚げみたいな。あんまり違いが分からんけど、あの片栗粉を使います。うちは絶対小麦粉は使えません。片栗粉です。まあなんかこんなんできるようになったのマミーのおかげだけどね、うん、マミーと一緒に料理したり、まあマミーの姿を見てきたので私は、うん、のおかげかな。あとはまあインスタとかの知識を見ながら、味のバリエーションはあるの？あ、ないですよそんな、本当にない。うん、それくらいじゃない？唐揚げは。なうちだとあとは私は作ったことないけど、なんだろう。甘酢じゃないけどなんかちょっと酸っぱめのあれなんだろうね、そうのやつとかね。昔はなんか塩唐揚げとか作ってたけど今はもう作んなくなったね。うん、塩唐揚げなんか大葉とかも入れたりとかしてたけど今はあんまりしなくなりました。まあ今度作ってもいいかな。油淋鶏とかしないね。あ、そうなんかそう油淋鶏系のタレ、そうマミーが作るのは、私はだから作らないです。うん、レシピも知らん今でもすごい便利な世の中じゃん。だってインスタ見たらいっぱい出てくるし、本当に見てて面白いよ私は。
菓子パン美味しそう。今ちょっと菓子パンが出てきちゃった。うわうわダメや、食べたくなる。そう、そんな感じ私の家は。あとはまあレシピさえあれば何でもできるからね。まあ便利だよ。だからそう、だから副菜とかも味結構決まってたりするよ。マヨ醤油とかマヨポン酢とかバター醤油とか、うん、とドレッシングとか玉ねぎドレッシングとか、まあキムチマヨとかも美味しいし、そう決まってます大体。マヨネーズで炒めて塩コショウするだけでも美味しい。唐揚げにマヨネーズは使わない、使わないね私は。あの鶏胸とか焼くときはちょっと使ってた。唐揚げではないけど、鶏胸はやっぱりなんていうの、お肉が硬くなるのでマヨネーズをまあ絡めといて、そうで、それで焼いてちょっと塩コショウするだけでも全然美味しかったりするので。カレー粉はうち使わんね、前あったけどもうめったに使わんのでなくならんのでやめました私がね、なんだっけな、なんかを作りたいがゆえにカレー粉買ってきたんだよ。タンドリーチキンみたいな、そんなん作りたかったんだけど、味がまず私の好みではなかったということそう、私があんまりそのタンドリーチキンの味が得意ではなかったって言うと、まあ消費量が少なすぎてマジでなくならんっていうので、そう買わなくなりました。だからなんか基本的に家にあるものはもう家にあってもう絶対あるよねっていうものしか私は使わん。マジで本当にねダメだわ。意外とだから使わんのですよ。最近毎日キムチを食べるんだ私は。そう、食べるものがないからなんかいつもさ、なんかお弁当作ったらさ、朝ごはんの分まで私のなんだろう、お弁当の余りを朝ごはんで食べたりしてたんだけど、まあ最近ね私朝ごはんを食べない、そんなに食べなかったり、まあなんか食べたり、まあなんかなんていうの、お兄ちゃんとかの方が時間が早いんでお兄ちゃんは結構食べちゃったり、まあ弁当で綺麗に全部使い切ったりっていうので、最近ねおかずがなくてご飯だけねマミーが炊いてくれるんですけど、何で食べようってなった時にマミーがねキムチに、そうなんだっけ、韓国海苔かけてちょっとごま油かけて食べるのがうまいんだっていう話をしてて、まあもう美味しいなと思ったのでそれで食べてます。なんならね卵の卵を落とすとねまた美味しいですよ。そう結構お腹も膨れるし、そうでキムチでなんか体にいいって言いません？知らんけど知らんけれども、キムチを食べる効果について調べてみる。あ、ほらやっぱり発酵食品だから腸内環境を整える、また血行促進や代謝を高める効果のある生姜や唐辛子、がんの抑制、動脈硬化の抑制、中性脂肪の抑制に効果があるニンニクなど健康効果を得ることのできる多くの食材が含まれています。だそうです。ほらめちゃめちゃええやん。
免疫力アップ、コレステロール値を下げる、心臓の健康状態を改善、炎症を抑える、脳の健康サポート、ダイエットにも効果的。はてな、まあ、キムチはねいいって言いますね、ダイエット。まあなんかそんな感じでいろいろあるみたいですよ。パンと塩昆布、塩昆布はあんまりそんなに得意ではない、まあ、食べる時もありますけど、先ほどでツナマヨ作ってご飯になって、知ってる？ごめんね、これもうあのそれくらいやれよと思うかもしれないんだけど、ツナの油切るのめんどくさくて嫌なんですよ。だから出さないんです、あんまり弁当以外で使わない残ってたらあのツナ缶丸々一つは弁当で使わないので、一日の弁当、まあ、半分ずつ使ったりするんですけど、冷蔵庫に残ってたらそれ食べるけど、そう、うちはね、まあ油のオイルに入ったやつを使ってるので、そう、油を切らなきゃいけないんです、めんどくさいんです。なのでやりません。あ、もちろん弁当用のツナがの残してありますよ、いつも残してあります、半分ずつしか使わないから。だからそういう時は普通に食べるけど、毎回毎回ツナを使うわけではないので、めんどくさいんです。だから私なんか弁当でツナ使うのも減ったね、前までほんとめっちゃ使ってたのに、そう、めんどくさいやばい、めんどくささがよくないよね、これね。あの今ものすごく私は省エネモードなんです、何しても省エネモードなんです、何するのにもなんかしんどいしだるいからそうそうそう、少しでもね楽しようと思って、省エネモードなんです。省エネすぎてウケるわ。なりません、そんな時。そしたらね、もうちょっと、もう歌歌って、ね、配信終わろうかな。ね、そんな感じです。平野光の日常。そんな日もあるよねと思ってください。でもね、なんかしんどい時とか疲れてる時はね、省エネで、省エネが楽だよね、いいよね、それが。みんな的にどうなの？やっぱりそうなる？私はね、楽できるところは仕事以外でね、楽できるところはもうとことん、だから髪の毛乾かさないで寝たりするんですよ。ほんとめっちゃ疲れてると、もうそんなんしてるくらいなら寝たいっていう風に生きている人なんですけれども、皆さんはどうですか？あ、最近はちゃんと乾かしてますよ、私ちゃんと乾かしてます。
戻れるなら何をしますか。私はさっきの返事もう一度したい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ時間が巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。今夜は涙で溢れても明日笑えればいいじゃない。優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。今夜はおやすみ目を閉じるよ。ルル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 ル。もし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。もう少し優しい顔で笑おうかな。そして目が合ったらもっと笑おうかな。それならきっと初めからうまくいったのに。でも人生は奇跡の組み合わせ。一つでも違えば何もかも変わっちゃう。もし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。やっぱり私はあのまま変わらなくて。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。明日同じ場所を歩けば隣で笑ってくれますか。優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。ありがとうおやすみ。じゃあまた明日ね。でも素直に聞こう。あなたは好きな人がいるのですか。あなたに恋しちゃダメですか。今から友達以上になれますか。私このままでいいですか。隣で笑ってくれますか。人がいることなんて苦くて甘くて切ないよ。今夜はおやすみ目を閉じるよ。ルル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 。
ルトを着せろってわざとらしいんだだろう。厄介上の失敗はダーウィンさんも感類のユニークな進化の礎。あの日のことは忘れないよ。雫の小惑星の真ん中で流れるまま流されたら抗おうか。美しい日で壊れる夜もあったけれど自分でいられるように。いくらこういった展開によろめく足を踏ん張って冷たい水を一口。こうやってコツを掴んで生きてきた。秘密守ってくれてありがとうね。もう遠慮せんで放っても大丈夫。流れるまま流されたら出し抜こうか。美しい日で離される時も君を思えるそういつまでも続けられない。わかってるけれど優しくなった世界をまだ描いていきたいから。流れるまま流されたら抗おうか。美しい日で来れる夜もあったけれど自分でいられるように。
空今日も風が走る光が波を突き抜けその手ぐっと伸ばしたら空に届く気がした自分の知らない待っているのように君のことをずっとずっとずっと思っているよ太陽の彼方いっぱい失敗ばかりしたけど反発し合ったりでも今は一つに向かってるよそこには夢があるそしたらあと一曲にします。
愛子さんね、歌えたらね、愛子さん高いから。あれは知ってる、恋の形の主題歌だっけ。恋をしたのは今降るこの雨、遠くは晴れている、だからすぐに会えるね、やめば乾いて、そして星が降るからだけ、お願い一枚一枚増える色のっていう、まあ、全部は知らんけどこれは聞いてました。うん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 、伝えたかったことは今も昔もずっと同じままだよ。最後の曲です。もしも君に巡り会えたら、二度と君の手を離さない。春の終わり告げる花見の霞む花ひとひら、よみがえる思い出の歌、この胸に今も優しく。 Time after time 君と出会った奇跡、緩やかな風吹く街で、そっと手をつなぎ歩いた坂道、今も忘れない約束。帰る遠い記憶、傷つく怖さを知らず誓った、いつかまたこの場所で巡り会おう。薄紅色の季節が来る日に笑顔で、 Time after time 一人花舞う街で、知らざる時は戻らないけれど、あの日と同じ変わらない景色に涙ひらり舞っていたよ。風舞う花びらが孤独と言うけれど、探さずにはいられない。誰かを儚く壊れやすいものばかり追い求めてしまう。 Time after time 君と色づく街で出会えたら、もう約束はいらない。誰よりもずっと傷つきやすい。
い今度はきっと配信をこれで終わりたいと思います。ギフトいきます。間違えた、ランキングいきます。13位ひでまるさん、12位竹猫さん、11位サブローさん、10位村さん、9位正宗さん、8位猿吉さん、7位エレメンツさん、6位かぼちゃん、5位桜のお友達さん、4位西さん、3位カイさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ケンイチさん、ユータさん、桜のお友達さん、カボちゃん、台湾からのトクデスさん、ニッシーさん、ナナタさん、ケネコさん、サブローさん、白身フライさん、エレメンツさん、サルキチさん、ムラさん、マサムネさん、ブルールさん、 ZR7S さん、ヒデマルさん、炎上さん、ナオトさんです。ありがとうございます。バレてない方は挙手でお願いいたします。はい、ということでね、皆様本日も見に来てくださってありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でした。とりとりさん、ありがとうございます。はい、ね、まあなんか暖かくなったり寒くなったり、なんか変な気温といいますか、まあなんか上がったり下がったり、なんかコロナとかもね、今ちょっと早また流行り始めたりっていうのもあるので、本当に体調気をつけてお過ごしください。それではまた、はい、次にお会いしましょう。ゆっくり休んでください。本当にね、いっぱい寝て疲れとってね、はい、それではまた明日配信あるかな、まあするつもりではいるので、やってたら見に来てください。それではまたね、おやすみ、ゆっくり休むんだよ、遅くまでありがとう、おやすみ。またね。ありがとう。